かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターになります。早く戻らないと防ぎきれません。ボックス内へ入れてきた。ゴールを脅かされた場面でしたがなんとか守り抜きました。ここでなんとかボールに寄せてきました。一旦サイドに振ってスペースを詰めていきます。危ない場面でしたが相手の攻撃を断ち切りました。鮮やかにパスを回しました。じっくりチャンスを伺うもここでボールをロスト。さあ相手陣内に攻め込んでいきます。ここからどう仕掛けていくか。さあリードできるか。キーパーが止める。シュートを許しません。どうやら選手交代のようです。中を狙うか。ここはキーパーがうまく処理します。ここはサイドのスペースを使ってきました。シュートは枠の外。慎重に攻撃を組み立てています。フリーになった。残り時間も少なくなってきましたがここでこの試合最初のゴール。ずっと膠着状態が続いていましたがついにゴールを奪いましたね。いい時間帯の得点です。映像が来ました。これは見事なパスワークでしたね。そしてこのシュートです。あれだけマークされていても決めてきました。大したものですね。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。このパスは鮮やか。残り時間は15分です。カウンターのチャンスです。ここはボールを奪われました。カウンターから得点ならず。ボールを裏へ上げてきました。オフサイドです。通ればチャンスという場面でしたが飛び出しが早かったようですね。パスをカットした。ここはファールを取りました。フリーキックになります。クリアして危機を脱しました。パスをカットしました。同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。このコーナーは何としてもものにしたい。ボールを入れました。ディフェンダーがクリアしました。ゴールライン上でしたね。はい、これはチームを救ったプレーです。いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。さあカウンターを仕掛けるか。シュート。追加点はならず。これが決まっていれば大きな1点でしたね。キーパーに救われました。中に入れた。あっとこれはミスか。クリアしきれません。とどめの一撃か。チャンスでしたがオフサイドです。出し手とのタイミングが合わなかったようですね。相手チームがボールを持ちます。残り時間は5分です。
同点を目指して攻め立てます。ここが最後のチャンスか。プレスが効いています。前でボールを取り返しました。丁寧にパスをつなぎます。得点のチャンス、またも決めた。これで今日は2得点。この選手はかなり調子が良さそうです。リプレイが出ます。いいところにスルーパスを出してきました。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。この選手は常にディフェンスの裏を狙っていますね。ドリブルで持ち込んでいます。いいクロスがニアサイドへ通ります。せっかくのチャンスも決めきれませんでした。福西さん、残り時間も考えるとここから同点に追いつくのは難しそうですね。はい、厳しいと言わざるを得ないでしょう。まだ1点差にできていれば話は違ったんですけどね。サイドのスペースを詰めていきます。よく見ていました。試合終了の笛が鳴り響きます。アウェーチームが試合を制しました。2点差ですから会場のサポーターも安心して見ていられたのではないでしょうか。この調子で次の試合も戦えるといいですね。リードできるか。